始まります。この番組は東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました。日常のラジオ時定め高校編です。おめでたい。早速ね、早速笑われてる、ね、笑われてますね。めげずに頑張りましょう、ね、はい。なんかね、決して某生徒会のラジオじゃないんで、間違えないでくださいね。はい、というわけで長野原美穂役の相沢舞です。そして、愛尾優子役の本田真理子です。そしていつもクールな水上舞役の富樫美鈴です。クールだ、クールだね。スタンディングオベーション。以上、この3人で番組を進行していくんですが、はい、なんて呼んだらいいかな。あ、ほっちゃん、お互いのほっちゃん、ほっちゃん、え、それ嬉しすぎて私鼻血出すよ。恐れ多くない、大丈夫、恐れ多すぎるからやめようといた方がいいかな。これすなしの方向で、え、二人何て呼び合ってんの。私はすずって呼ばれてますね。すず、え、すず、何、えって何、富樫って呼んでるよ。ザなんかさ、さっき日本人さ、本田さんって呼んでたけど可愛くないんですよ。マリモッチはさ、すずはさ、気持ち悪いね、やめようか。そっか、なんかここだけの呼び方を考えます。あ、それいいだけじゃなくても、うん、なんかこう呼びやすい呼び方を、うん、と相沢舞さんは、うん、マイマイ。マイマイ。あのね、モイモイって呼んでもらって。じゃあ、モイモイがいいね。指定がありました。わかりました。ぜひよろしくお願いします。では、モイモイにしましょう。モイモイ。じゃあ、二人は、ホンダ。私も、ホンダ。じゃあ、ホンダはホンダで。ホンダでお願いします。いいんだ。いいんだ。じゃあ、ホンダはホンダにする？なんか、でもなんか、私だけモイモイで、ホンダとトガシじゃあまりにもさ、ホンダです。トガシです。まあ、流れでね。じゃあ、なんか徐々にあだ名も変わっていけばいいと思うんですよ。そうだよね。こう、自然に友達ってなっていくもんだもんね。そうですね。まだ距離がある感じの。この優しいよ。大丈夫です。これね、SE ね。SE なんだよね。そうそうそう。押してくださってるんですよ。ピョンピョンって。ここに鍵盤がいっぱいあって、こう、あらかじめ取ってある。もう超心配されてる感じ。すごいセリフがたまに飛んでくるんで。キャラクターのね。シュール。シュールすぎて心が折れそうですが。頑張りましょう。じゃあ、本田と富樫とモイモイで。はい。お願いします。はい。というわけでですね、まずはですね、普通のお便りを。ラジオらしく。そうだね。ラジオらしく普通。普通のコーナーから行こうかなと。はい。皆さんへ。学校に被っていくとしたら、どんな帽子を被っていきますか？滋賀県 RT さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。帽子でしょ？帽子被ります？被るよ。似合いそう。被んない。どっち？帽子か。帽子。石ころ帽子とか。何石ころ帽子？消えちゃう、消えちゃう。知らない、石ころ。知らないの？石ころ帽子知らないの？石ころ帽子って何？あれだよ、あれだよ、あれ。あれって何よ、あれだよ、こういう、石を頭に被ってるのしか想像しない。あれは大体合ってる。石焼きビビンバみたいな帽子だよ。うん、石焼きビビンバみたいな。そうそうそう。かぶるやつで、かぶったら消えちゃう。え？かぶったら消えちゃうの？あのね、自分が？某猫型ロボットのアイテムなんだよ。テレレ。本当に世の中にあるものじゃないの？うん。ちょっと嘘でしょ。そういう感じか。ごめんなさい。ごめんなさい。全然いいと思う。だって、ね、なんか、美味しそうな名前やなと思って。石ころ帽子か？石焼きビビンバ。じゃあ、ぜひ今度食べていただこうと思う。ガジガジ。どんな帽子かぶっていくの？かわいくないのね。なんか、こう、あれです。丸くて、ふわふわしてる帽子ですね。パーみたいなやつ？あれで渋谷の人がよく被ってる。漫画家が渋谷で。違う。違った。漫画家ベレー帽？それ。それ。あ、合ってたんだ。ベレー帽。ベレー帽。ベレー帽を被って学校に行くの。学校？あ、そうだ！お便り読んで！お便り読んで。お便り読んで。自分で読んだ。自分で読んだ。学校には、ベレー帽は被りません。被んないんだ。被んないんだね。そうですね。学校に被って
ていくとしたら、うん、そうですね、あのやっぱりあの学生帽っていうやつじゃないですか、ね、正統派な回答来た。大丈夫今の SE だからね今の SE だから大丈夫じゃないかもしれない。嘘しっかりして頑張れ。ほんだ頑張れ見てください。じゃあトガシはもうこんなことしなんだね。トガちゃんはあ可愛くなった。別にあ SE 入りました。別に別にかぶっていきません。いかないんだ。学校にね無理だね。よく考えたらね、帽子をかぶるのね。懐かしいよね、小学校の時とかさ、うん、よくさ黄色い帽子嫌いな。それでもあれ幼稚園とかじゃなくて？え小学校もかぶってる。小学校も黄色とか、うん、あ紺とか、ヘルメットとか。ヘルメット？あるよね。あるある。自転車乗るのに？もあるし、登校の時にヘルメットかぶる地域もあるよ。あそうかも、地方の方ででも結構ありますね。そうそうすごいシュールだよ。シュール？まあシュール、まあね、見た目ヘルメットがたくさんあるけど、ゴン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 みたいな。そう、可愛いけどね。電話してないよ。萌え萌えは？萌え萌えはどんなの？石ころ、あ石ころ帽子以外で？石ころ帽子以外で。石ころ帽子以外で。石ころ帽子はよくわかんなかったけど、それ以外ではない。大丈夫。この S E がね、こう腰が痛いよね。心が痛くなって。なんだろうラバー製のやつとかがいいな。ラバー製。ゴム製の。あ、はい。はい、行きます。次行きます。はい、はい。皆さんへ。はい。はい。学校に自転車で行くとしたら、どんな自転車で行きますか？愛知県 YI さんからいただきましたよ。学校に自転車で？うん。ですか？うん。じゃあ、もいもいは、もいもいは、石ころ帽子をかぶって、うん、どんな自転車で行くの？見えないからね。三輪車、三輪車、補助輪、私さ乗れないんだよ自転車。ええ嘘。えそれ、意外。乗れないの。一時期乗れるようになったんだけど、二十歳ぐらいの時聞いてるんちょっとあれ。すごい昔みたいな。ちっちゃい頃に練習しなかったの？しなかった。大丈夫。自分に言われてる。言われてるよ。すごい。乗れる自転車。自転車乗れます。乗れるよ。乗れるんだ。うん。イメージ的に、もえもえは一輪車とか乗れそう。乗れそう。一輪車とかとんでもないよね。一輪だよ。確かに。なんか器用そう。ね、器用そう。一輪車とかあれはちょっと破壊的だよ。破壊しかないもんね、車輪が。危ない。そう、すべては自分次第。よく乗ってるよ。でも、自転車も結構楽しいよ、乗れると、ほんと。ほんと？名前とかつけたりするよ。ホンダはでも本当に自転車が好き。好き？そうなんだ。愛してる。あ、告白に、結婚するといい。今、正面に座ってんだけど、すごい、私の目を見つめて、愛してる。本当に、私を守ってくれるし、私を動かしてくれる。うん。素晴らしい。今のは別に大丈夫っていう。なんで名前つけてんの？水木。出た。なんで？え？大丈夫。違う、大丈夫です。これは正しい、大丈夫です。正しい。どの水木か気になる。私も3人ぐらい私が子供につけたい名前。うん。あ、全部違った。そうなんだ。一気に3人が。3人浮かんだけど全部違うんだ、じゃあ。あれでも、あれだよね、イケメンなんでしょ？うん。イケメン。男の子の名前なんだ。うん、男の子。そう。あのね、ちょっとね、好きな多分、きっとゲームとか漫画から来てるんだと思うんだ。そうなんだ。その漫画知ってんの？トガちゃんは。え？私聞いたことあった？言ったことない。聞いたことない。心の中の秘密なんだ。そう、言わないんだ。心の妄想。妄想なんだ。そっとしておいてあげよう。じゃあそっとしてあげようか。じゃあそんな心の妄想が広がったところで、ふつおたのコーナー、はい、リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはランティスネットラジオのメールフォームから送ってください。はい。次行っちゃっていいのかな。なんか今 FM っぽいなと思って。止まっちゃったよ。Q が入るかと思った。はい。1回目だからね。はい。はい。いきますよ。はい。うん。続きましては、男塾合格でしょうかのコーナーです。すごい声で入りましたが、このコーナーは、よくわからない事象に対して、パズ
ソナリティの私たちが入塾か否かこちらを判定するコーナーです、うん、ね、男塾にね、うん、入塾かどうか、そうだよ、どんだけ男らしいメールが来るんだよって話だね。私たちなんか女の子3人なのにね、うん、なんかこのコーナーは面白いね。男目線だね。男目線だね、うん、そうだね、うん、そうだねじゃあ早速行こうか、うん、はい、じゃあ行きますよ。先日、はい、道に困っているおばあさんがいたので、どうしましたかと尋ねると、いきなり、うるさいわと引っ叩かれました。こんな僕は男塾合格でしょうか。東京都 SY さんからいただきました。それまずな、このコーナーのメールじゃないんじゃないのこれ。だってこれやられたことでしょ。だから自分がすごい親切で、どうしましたかって尋ねたのに、うん、うるさいわと言われたと。これおばあちゃんの方が入塾なんじゃない？そうだよね。どう考えてもおばあちゃんの方が男らしい。おばあちゃんが入塾しちゃうタイプ。うん。でも僕も頑張ったんだよね、うん、これ。だって、うん、きっとそんなうるさいわっていうおばあちゃんだから相当すごい顔をして、相当こう、うん、もうオーラを放ってる恐ろしいおばあちゃんだったと思う。ほうほう。そのおばあちゃんに対して、うん、どうしましたかっていう声をかける。勇気？そうだよね。男らしさ？ちょっと違う気はするね。わからない。10日ぶりぐらいに家から出たのかもしれないよ、この人は。そっか。なんか設定が違うかもしれない。でも男だったら、引っ叩かれる寸前で、止めるぐらいのことしないと。いや、でもおばあちゃんだから、おばあちゃんだからさ。そっか、これで殴り返さなかった僕入塾できますかって。殴り返す怖い。違うかな。バイオレンス。こんな怖いね。こんな怖いね。気をつけましょうね。やっと来るじゃないですかね。それを、うん、怒らなかった僕。うん。すごくないですか。プライスレス。プライスレス。うん、いや、ダメだよ。ダメかな。ちょっと無理か。残念ながらじゃあ、今回は。はい、退学で。退学で。一回ハグ受け入れ。はい、って退学。残念ながら退学になりました。さよなら。さよなら。まだあるのかな、入塾したい人。入塾を。まだ入塾したい人がいる。うん。はい。では行きます。僕は毎日、腕立て伏せ50回、背筋2回をして、体を鍛えております。この鍛えたボディで、男塾に入塾を目論んでおります。おっす。東京都 MH さんからいただきました。ちょっと、MH さん。MH さん。背筋2回だけど。ちょっと。弱すぎるでしょ、背筋。ちょっとなんで腕立てを50回やってて背筋2回なの。でも腕立て50回って結構すごいと思う。うん、まあ腹筋ならまだしも、うんうん、それは認めよう。腕立てってできる？腕立てあんまできないんだ。腕立てはできる、ダメだね。腕立てしてるとなんか別のところを床につけてるね、うんうん、確実にそれあばらから下がここだね。胸あたりだよね。うん、反則。トカシはできるの。私は笑われてるよ。笑われてるよ。できそうだよね。トカちゃんできそうだよ。私は、うん、でもそれでも腕立てなら、うん、10回とかしかできないと思う。うん、50回もできない。でもそれ足はつけないタイプの腕立てだよね。うん、こうちゃんとまっすぐ。うん、はあ、男塾入るの大変だな。この MH さんがさ、どんな人かにもよるよね。うん、人柄って大事。人柄っていうか、体型とかね。うん、どんな人なんだろう。人柄でもいいけどね。うん、そっか。そうね、でもそうだね。すっごい、ほら、もやしっこかもしれないじゃん。だったら50回はすごい。あ、そう考えると、この努力は認めてあげたい。うん。でも背筋2回か。背筋2回だよ。それはどういうことなの？背中に。まだ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 だよ、ほんと。やってる、やってるよ。ただし、うん、この努力、腕立て50回は認めたい。うん。仮入塾くらいならいけるんじゃないかろうか。背筋2回は気になってしょうがないんだよね。すごい気になる、でも。人魚かもしれないよ。まだまだ人魚か。それは考えなかった。人魚ね。人魚で僕は毎日いて。僕は毎日。モノローグから入んの。送ってきたんだ、メールを。ちょっとさ、ここのコーナーの割になんか軟弱なリスナーが多いんじゃないの、ちょっと。ね、あ、でも、うん、軟弱だからこそ、うん、憧れを抱いて、入りたい。入りたい。そうなんだ。なるほど。なんかね、この、男塾合格でしょうかのコーナーに対しての、
この気合が足りないよね、みんなね。そうね。確かに。もっと欲しいね。熱いファッション。ファッション欲しい。ファッション欲しいね。ファッション欲しいね。ファッション欲しいね。これはさ、ちょっと初回だからさ、うん、厳しく言ってさ、うん、あ、そうだね。こう。って感じの、これからね。だってさ、今後もっとすごい人出てくるかもしれない、うん、ね。ね、じゃあ、これは、仮に40個ぐらい。カニタンだね。優しい目。はい、カニタンだね。優しい目。優しい目って言われちゃったよ。じゃあ仮入塾にしとこうかね。本当ね、優しいって。じゃあ仮入塾。優しい。舐めたらあかんぜよということで、はい、はい、いかがでしたでしょうか。リスナーの皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。お便りはダンティスネットラジオのメールフォームから送ってください。そして次のコーナーは、ありがとうのコーナーです。しっとりしっとりしっとりだよ、いきなりありがとうのコーナーだよ。どんなコーナーなの、このコーナーは、うん、どん底になった時にこそ前を向こうのコーナーです。おっとヘビすごいさ、漠然としてるよね。ありがとうのコーナーあの初めてだよ、ありがとうのコーナーありがとう、私たちが皆さんにありがとうを伝えつつみたいなコーナーかと思ったら、違うね、みたいな。違う、どん底になった時こそ ね、うん、そうだね、前を向こうのコーナーですね。いい言葉です。じゃあどんなお便りが来るのかしら、ね、来てるんですかね。お、来ましたよ。ほうほう。いちごミルクのピンク色の成分はこちにいる貝殻虫、ちゃんと読んで、こちにいる貝殻虫という虫から取られた、はいはいはい、サボテンに寄生する虫だと聞きました。なんだかよくわからないけどありがとう。はぁ、シュールだね、はい、なんということでしょう。こちにいる貝殻虫という、いちごミルクのピンク色の成分って虫なの？なんかもうそこから、そもそもいちごじゃねえよみたいな、ね、サボテン？サボテンに寄生するの？なんだかよくわからないけど、何かを生き抜いてる虫なんだね。そうだね、だからあんなに真っ赤なんだよ。確かにサボテンってだってトゲトゲしてるじゃんね、うんうん、そのトゲトゲに寄生するんだよ虫がさ、痛くない？痛いね、痛いね、痛いね、別に痛くない、別に入りました、別に入ったよ。でもそもそもいちごミルク好き、うん、みんな、いちごミルク大好きだからちょっとショックです。うん、ね、女の子らしいよね。そうだね、うん、女の子らしいから飲んだことある。え、なんだそういう理由、そういう狙ってんだね。え、でもなんかでもちょっと努力を変えた、見えた、なんか何か見えたね。切なくなった。もいもいちごミルクはどう、おいしい、ね、あのね、年とともに糖分を最近控えるようになっちゃったよ。そんなことないよ。そんなことないよ。そう、なんか最近気をつけて、こういう甘めのものをね、飲まないように今日も水飲んでんだけど。いちごミルクも控えてる。控えてる。ねえ、切ない。キャラメルマキアートとかも控えてる。え、なんでいいじゃん、キャラメルマキアートくらい。なんで泣いた。ダメだよ、私から甘いもの取られたら死んじゃう。これすごいんですよ。甘党なんだ。生クリームそのまま飲むんですよ。マジで、うん、あのね、うん、ごくごく飲むんだけど、うん、結構うまいよ。やってごらんよ。美味しいの。本当に。ちょっと飲んでみて。騙されたと思って。それはホイップされてるものなの？うん、うん。あのスーパーで売ってる、すっごい牛乳パックみたいな。そう。でもあれってさ、砂糖入ってないもんね、まだね。うん、あれ砂糖入ってない。入ってない、入ってない。だから一回話が食い違って、なんか私はその生クリームって飲んだら美味しいよねって言われて、うん、まあ確かに、うんうん、甘いしって思ってて、うん、でも、彼女が言ってるのは液体の方で、私が言ってたのはホイップの方だった。じゃあ牛乳なんか飲んだら薄く感じるんじゃない？そうだね。そうなの、ちょっと濃い、あの、牛乳みたいな感じで飲めるよ。すごいね、ホンダは乳脂肪分でできてるんだね。でもなんか逆に、うん、トバシは甘いのあんまり得意じゃなかったりするの。あ、そうなんだ。うん、カラスミとか好きなの。カラスミ笑ってるけど。カラスミ好き。そういうのが好き。全然違う、私たちっていう。ね、じゃあここ、ムイムイはどこどうなの？ここの中間なの？なんだ、ムミ。タンパクなものが。豆腐とか。湯豆腐とか食べてるの前に、本当に、うん、本当に、うん、そうなんだ。え、じゃあ食べ物も甘いもの控えてる。
もうね、味の濃いものはね。あれ、でもさっきヒュークリーム食べてた。そうだね、胃の一番に食べてた、ね。胃の一番に食べてた。普段控えてるから、差し入れ、差し入れとかで出されると、何かがか、衝動が。衝動が抑えきれない。ビビ動が。ジッパービーみたいな。何それ。ちょっと待って、いちごミルクのピンク色。あ、そこに忘れてた。そうだね。いちごミルクのピンク色の成分は、うんたらかんたらという虫から、取られたそうです。これって何がありがとうなの？うん。いちごミルクのピンクがね。うん。あ、これ、あれだよ、それでがっかりしたんだよ、この人。面白くない。貪欲になった時こそ前を向こうっていうコーナーだから、そう。多分、この貝殻、うん、虫から取られたピンクだったなってことを知って、うん、ショックだったんだ。この人は、ショックだったんだよ。それ、なるほど。これを慰めないといけないんだ、私たち。だからこそ前を向いたんだ。前から向かせないといけないんだよね。あ、そういうことか。わかった。わかったね。今ひらめいたよ。ひらめいたよ。つまりどうこう立ち直らせたら。さっきのだよ。さっき本田が言ってた、こうサボテンに、推測じゃなくて生息する。生息する。するぐらい、強い虫の成分が入ってるから。やつの血なんだよね、きっと。血じゃないかもしれないけど。あれね。色素。一緒か。なんかさ、うん、必死でさ、あのサボテンにしがみついてぐすって刺されるわけじゃないか。そのなんか、そうか、そう、外側から寄生していくんだね。そうそう、その血、その、汗と根性の刺された血、が、こう最終的に、いちごミルクという美味しい可愛い成分になっていく。なるほど。まあそうだね、何かを生き抜いたものの成分が。こっちにいる貝殻虫。きっと、あれだよ、勇気をもらうんだよ、その虫から。飲んだ、飲むことによって。いちごミルクは、いちごミルク。もうやめ、何かの結晶の味なんだよ。何かの結晶、血と汗と涙の結晶。貝殻虫の。うん。だからこそ前を向こう。うん。まあいいか。まとまったかな、まとまったね。まとまってない？まとまった。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 まあいいか。結果ありがとう。じゃあみんなで。せー、あれ、ありがとう。じゃあ、よか。せーの、ありがとう。リスナーの皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。お便りは、ランティスネットラジオのメールホームから送ってください。はーい。ドリフか。番組もそろそろ終わりましたね。はい。もう終わりましたね。終わりましたね。終わっちゃった。終わってない、全然終わってない。終わってない、終わってない。どうでした？ですけど、なんかこんなにこうめちゃくちゃでいいのかな、お前なんかすいません、すいません、私なんかしちゃいましたかしちゃいましたが、まあいいか、超斬新、きっとね、今後はもうちょっとこう新しいこうなんてこったもっとやる気ゼロかよまずすごいやつやすごい、もっとスパイスの効いたピリ辛ラジオになるじゃない、やる気ゼロかよ、すごい SE 入ってるよ、なんてこった、なんてこった、なんてこった、トカちゃんはどうだった、トカちゃんって微妙だね、トカちゃん微妙だね、呼び方、私トガシってどうしよう、なんかスズ、トガシ、トガちゃん、スズちゃん、トガムシ、トガムシ？あ、ごめん、間違えた。なんだろう、でも、モイモイから、あのか、スズちゃんって呼ばれたら、ってなるけど、こんなから、スズちゃん。まあ、いいかって感じ。この二人はさ、仲悪いの？違うの、昔スズって呼んでたんだけど、ダメンズ、ダメだったの。ダメンズ。ダメンズ。なんかこう、途中でトガシになって。そうなんだね。また、サワサワしてるからね。多分ね。サバサバしてる。なるほど。じゃあ、トガシでいいよ。まあでもなんか今日トガちゃんって呼んでたから。そうだね。トガちゃんって呼ぼうかな。やった！じゃあ、私もその時の気分でトガちゃんって呼んでみる。はい、よろしくお願いします。本田は考える。次回までに。考えてください。やる気ゼロかよ！本田の分は次で。でも待ってる。楽しみに待ってる。やる気ゼロかよ。トガちゃんどうだった？一回目。すごい斬新なコーナーがたくさんあって。こんなに斬新だね。こんなに斬新だね。斬新だね。そうですね。
いやでもこれからがすごい楽しみです。すごい綺麗だね。綺麗だよ。綺麗だね、うん。そう。まとまってるね。私ぐらい。ね、私ぐらい。私ぐらい。もいもいはいいんだよ。もいもいは。私はこう二人をね、二、うん、人を知ろうと思う。でさちょっと遠くなの。なんかすごくやっぱほら過ごしてきた時間がさ。ちょっと違うからさ、二人は結構ずっと一緒だったでしょ今まで、うんうんうん、一緒のこと多かった。多かったですね。え、どれぐ、初めて会ったのは何年ぐらい前なの？1年半。あ、1年半。そうなんだ。1年半前に出会い、番組を通じて、二人は何かを深めていったんだね。うん、で、結果、こういう関係になりました。なりました。すごい。落ち着きました、ここに。落ち着いてるね。大体突っ込んでくれるから、すごく助かるの。なるほどね。そうなの。もいもいはどっちなの？突っ込みなの？ボケなの？本当はね、ボケなんだよ。じゃあ突っ込む、突っ込む。いや、無理だよ。無理だよ。無理だよ。突っ込み怖いよ。無理だよ。やめた方がいいよ。絶対やめた方がいいよ。最初から突っ込んでみるから。怖いよ。次の回から突っ込んでほしい、うん、的確に突っ込んでほしいってできる、うん、次の回からは的確に、うん、なんかさファールとかボールとか来そうでさアウトって言うちょっと突っ込みなんか考えとくいろいろ今のは突っ込みだったのボケなのどっちなのみたいな冒頭だね基本冒頭冒頭だね、ね、でもねこれからどんどんはいきっと、はい、もっとスパイスがどんどんって、うん、そう今さ正面に座ってるからさ私、うん、今日ねずっとねこう本田とアイコンタクトができるかもしれないって思ったんだけど、うん、そうもうね全然わからなかった見つめ合ってるすっごい見つめ合ってるんだけどすっごい見つめ合ってるのに全然本田の心が読めないちょっと待ってすれ違い通信終わった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 よ。ラジオ終わった悲しいよ。ラジオが終わって1回目が終わったよ。終わって行きました。ちょっとしっとり。これはさ、うん、お便りをもらおう。お便りに助けてもらう。お便りに助けてもらう。ちょっとね、我こそはというね、そう、はがき職人じゃない、元にね、今最近はメール職人の方、うん、お待ちしております。お待ちしております。というわけで、はい、それでは、また次回お会いしましょう。聞いてね。聞いてね。そこ大事。うん。はい。お相手は長野原美代役相沢舞と愛尾優子役本田真理子と水上舞役富樫美鈴でした。この番組は東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。